松山氏は、北大江の在地豪族、国人。本生は源氏。家系は、生は源氏の一家系、河内源氏の流れを組み、白木三郎義満を外する日立源氏の所流にあたり、大江佐竹氏、佐竹松山氏とも称される。佐竹氏四世、佐竹義重の小定義が、日立国田家軍松山里を領したことにより、松山氏を称した。三世の孫綱が、 上級の乱における武功により、大見国浅い軍内に、領土をもらい受けたのを機に、大見に移住して、以後来た大見に土着していくことになる。室町時代になると、京国市の悲観となり、前世紀には、一門で浅井、浅い、酒田、横郡内から八千貫を領する大臣となる。前世紀は一門から、幕府の奉公衆を12人を排出して、 京国史悲観と幕臣という二つの性格を合わせ持ち、流星を誇った。しかし、京国氏の没落、浅井氏の台頭、一門の優作来友光が、織田信長により改易などで、勢力は激減していった。江戸時代に入ると、徳川氏により、浅井軍内戦国が安堵され、豪氏として、加盟存続が許された。徳川三大将軍、 家光の知世に入ると三千国加増され、備前神に任官して、将軍大河原に際してのお目見えが許され、参勤交代が義務付けられた。以後松山宗家は代々備前神に任官された。さらに四代、徳川家綱の知世に五百国、五代、徳川綱吉の知世に千国、八代、徳川吉宗の知世に五百国と加増され、合計五千五百国となり、 一門の所要を合わせると一万国にも達する大砲を得るに至り、代々一門で、彦根藩大官、加賀藩大官、仙台藩大官を兼任した。文家では、彦根藩氏、加賀藩氏、王将屋となった者もいる。子孫は、滋賀県彦根市の寺院の住職家として健在である。ありがとうございます。